ちゃんだよ。じゃんけんぽい。おっ、ランニングさん。じゃあキャプテン、キャプテンからいきましょうか。じゃあキャプテン、小島、誰、小島みなみちゃん。はい、みなみちゃん。さあ、みなみちゃんは、問題があります。これは一体こちら、バイブ。素人がめっちゃ上がっちゃう。お前が大きな声でバイブって言ってどうしたのかやろ。おじゃあもうダメじゃねえお前。さあ、ヒント悪いことジェスチャーゲームスタート。スタート。こちら問題変わるか。問題しゃべんじゃないよ。はい、お願いします。なんでよ。あ、ほんとだ。あ、お願いだから。はい、合唱ちょうだい。いやちゃん、いろんなとこでこういうのがいる。あ、アリちゃん、堂々としてる人。堂々としてる人。おかしいぞ。堂々と、おー、脱がしたかぶった。はい、かぶった。大事で。はい、軍団チーム代表者、はい、おはようございます。さあ、お題はこちら。これです。これ多分読めないやつもいるかもしれない。あいつはね、読めないから言わなかった。それで言わなかった。本当はちゃんと見てね。スタートですか。よい、はい、寝てる。ため池五郎の作品。どうでしょう。お題が出ます。男爵。こちら問題どうぞ。いいね。知ってるかな。私はこれはね、私は得意だな。それではスタート。覗いてる。
この番組は深夜をスカッとさせるストレス発散バラエティ。第2回春の選抜かわいい甲子園選手入場。さあ、選手が入場してまいりました。己の可愛さを競うこの可愛い甲子園、そして可愛いハイスクールが来ました。大久保さん、いかがですか。そうですね、選抜初となるインターナショナル系のハイスクールですからね、綺麗どころ揃ってますよ、これは。そうですね、はい、さあ、続きまして大阪湖南可愛い工業高校の入場ですが、大久保さん、いかがですか。こちら、そうですね、パッと見柄が悪いメンツがこれ揃ってますが、大丈夫でしょうかね。そうですね、確かにハイスクールに比べ柄悪いかもしれませんね。そうですね、面白い戦いになるんじゃないでしょうか。期待が持てますね、これは。はい、それではこれより試合を開始したいと思います。プリティーボール、明らかなミスだったんですが、ね、言い直すこともなく続きましたね。続きましたね、スルーしましたね。そうですね、かわいい甲子園とはお題に沿ってかわいい表現を競い合う大会。可愛ければホームラン、可愛くなければアウト、スリーアウトでチェンジとなります。本日は可愛い怒り方。さあ、出ました、可愛い甲子園の基本ともいえる可愛い怒り方ですね。そうですね、怒っているにもかかわらず、はい、可愛いと思わせないといけないですからね。これ演技力とか必要になってきますね。そうですね。先行伊予可愛いハイスクール、1番センター三浦、背番号パリ、背番号パリ。あの表現な感じがしますよね、パリっていうのはね。全然的なところですね。はいはいはい。You pretty? あ、ハイスクールの方だな。あの、ヤジが英語なんですね。あんたが英語使うんでね、お前分からんすよ。それでは、可愛い怒りが…こらぁ、そんなところ静かにしてください。ヤジ強すぎますよ。注意が入る。ヤジが強すぎます。ちょっと下品な汚いヤジが飛んでましたからね。可愛い怒り方、始め。本当だもん。ピーまでだもん。ピーまでしかしてないもん。2番ファースト吉田は背番号メルボルン。背番号メルボルン、都市の名前ですか。日本人だぞ。メルボルンゴーって言ってますよ。でしょ、ちょっとわからない。ちょっとヤジが意味わからないんですけど。可愛い怒り方、はじめ。女の子ってね、女の子ってね、本当は強くなんかないんだから。強くなんか、ホームラン。背番号フッチョ、背番号フッチョ、フッチョ、響きはすごいですよ。審判が全くの悲劇ですね。悲劇ですね。また見ちゃいますね。ちょっと抑えが効かないんですけどね。これは可愛い怒り方、はじめ。もう12時回ったら悪いシンデレラになっちゃうから。
さあこれはどうなんでしょう。出ました、ピースサイン出ましたね。顔の近くにピースサイン、可愛いですよ。天真爛漫な感じ。アウト。可愛いさのビフですね。天真爛漫さだったんですけどね。4番サードリオ、背番号皇帝ペンギンの赤ちゃん、背番号皇帝ペンギンの赤ちゃんも可愛いですよ。見てからだ。あ、出ました、完全にまたこれ。あ、出ちゃいました、なんか審判に色気使ってますよ。審判可愛いと言っちゃってますね。そうですよ、審判思いっきり騙されてますからね。またね、あの審判あれですよ、家で奥さんと喧嘩が始まりますよ。リオが元気ですね。リオが可愛すぎだと思う。可愛い怒り方、始め。嬉しそうですね。どうせ私のことなんて嫌いなんでしょ。だって夢に出てきてくれないんだもん、私の夢に。オーマー、リコさん何言ってもホームランやん。そこはありますね。嬉しそうですね。5番レフト小川、背番号カリフォルニア、背番号カリフォルニア。また可愛い的な。あ、可愛い怒り方、始め。なんでしょう。好きになっちゃったみたい。ちょっと変化球を投げすぎたんですかね、これね。もうちょっとストレートに攻めた方が良かったかもしれないですね。伝わらなかったと。ちょっと意味がわからないですよ。後続藤浦もアウトとなり、スリーアウトチェンジで1回の裏、湖南工業の攻撃。高校大阪湖南かわいい工業高校、1番キャッチャー葵、背番号未宿の交差点、背番号未宿の交差点。未宿いいよ。ちょっと可愛さわからない。可愛いですね。可愛い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 。かわいい怒り方、はじめ。あたしはウサギなの。ウサギはかわいいと死んじゃうんだから。アウト。ウサギは寂しいと死んじゃうってのを聞いたことあるんですけど、ウサギは可愛いと死んじゃうん。あ、可愛いって言ってました。言ってました。言ってました。ウサギは可愛いと死んじゃうって言ったから意味がちょっと分からなかったですよね。全く分からないです。だからそれが計算だよ。計算ですか、普通のミスですか。普通のミスですか。どっちですか。普通のミスですか。計算ですか。ミスです。もうでもあの審判ほら、2番ライト霞、背番号五本木。全部あの辺のなんか見てんですかね。気分ですね。すごいですよ。すごいだから牛乳吹いちゃダメだからね。もう源さん、うん、好きなだけやってください。組んでね、もらおうか。いいよ。こちょこちょしていいんですよ、源さん。こちょこちょ、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 こ
ドスケベな顔してますね。ルーケンさんドスケベだ。脇の下大丈夫？出てるよ。脇の下も大丈夫よね、みのりね。脇の下いっちゃう、脇の下。どうぞ、そう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 。なんだよ。出てる、出てる。なんだこれ、出てるぞ。出てないでしょ。出てるよ。今出たぞ。出てない、出てない。出てんだよ。ちょっとずつ出てんだよ。ちょっとずつ出てんだよ。嫌いじゃないからね、顔に出されるのも。もうぐっせぇな、ね、すいませんね。いやいや失礼だよ、ちょっとゲンさん、うちの店はあれやっても絶対出しませんから。本当ですか？大丈夫ですよ、ゲンさん。よし、ちょっとね、もしかしたら今やってる番組クビになるかもしれない。あまりにも顔をやらしすぎて。顔やらしかった。でもちょっと楽しましたよ。大丈夫、うちは絶対吐かないからね。じゃあ誰行く？はい、いける？はい、頑張って。いける？はい、頑張って。よし、行こう。よし、頑張って。頑張って。頑張って。まだみんなできるよ。大丈夫か？ちょっと今日混んでるんで、お日様上失礼していいですか？ほら、ごめんなさい。礼儀正しいんだよ、うちは。気に入った店には金使えよ。よし。たくさん含んでいいよ。すごく。下品な音してんぞ。これがいいんだよ、こういう音が。どんどん行って。もっと行っちゃっていいですよ、こっちこっち。ほら、全然行きますよ。もっともっともっと、いいよ、いいよ。吐くんじゃない、吐くわよ。いいよ、いいよ、もっともっともっと。怒ってるぞ、これ。あ、どうしたの絶対吐くなよ。そうそう、絶対吐きません。絶対吐きません。相手入れてもらうじゃん。ジェシーはすごいよ。ジェシー絶対吐くなよ。いっぱい吐くんでもいいけど。ゲンさんのミルクをいただきます。ゲンさんのミルクをいただきます。もういっぱい吐くな。もっといけんじゃないんだろう。もっといけんだろうよ。いいんじゃない、吹かないんだから、どんどん入れなさい、口に。いいよ、いいよ。すごい。オッケー、オッケー。じゃあジェシーも脇こうやって上げてオープンしたい。そうそう、それで顔色顔色
この人の展覧会が開かれるのよ。それまでに1枚絵を盗み出してほしいの。私ルパンの言うこと何度も聞くから。ストップよルパン、高くつく女よ。私は残念だけどゆっくりしてる暇ないの。Bye.